いつも ADMJ TV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。デジャブ？デジャブ？デジャブ？事件です。事件だよこれ。本当。こんなこと？はい。あります。犯人はお前だ。違いますよ。どういうことこれ？さあ、実は。はい、なんとなくお客様も、あれこれ、ついこの間、ショップチャンネルさんの、はい、あの、秋市の時に、なんか、すごい、昨日ですよ、昨日。ね、今日見ていた、見たみたいに思ってらっしゃった方が、はい、あれ、私またもう一回見てるのみたいな感じに。はい、でも、よーく見てください。間違い探しです。お色が違うんで。そうなんです。どういうことこれ、はい、はい。なんと、はい、稲垣さん、私たちの感謝祭がやってまいりました。はい、私たちの感謝祭です。はい。なんか稲垣さん2回ぐらい欠席していて、松屋の、あの、島田さんっていう社員の方、今日は稲垣さんいらっしゃらないんですかって、ね、ジュエリー担当の、ね、島田さんがいつも私に、今日は稲垣さんちょっとお仕事で来られないんですって言って、違う仕事の件で、もう、ね、言い切れなかったんだけど、この間私、ちょっと松屋行ったのよ。で、一回、暑いから外に行く、うん、松屋抜けていこうとしたわけ。いたの。私も、困った。背中が、これ取れてた。隠れないで。隠れないで。本当にこうやったらどうかと思って目立つだろう。いやいやいや、そのぐらいあのね、はい、大人の感謝祭で楽しく、はいはい、ね、いつも、はい、楽しませていただいています。なんか、はい、こう銀座松屋のいいところってたくさんあると思うんですけど、うん、はい、こういうことなんですよ。そうなんですよ。こういうことなんです。こういうことなんです。これはなんとその松屋銀座秋の感謝祭に、はい、ADMJ のあの場所で、はい、販売できるアイテムを並べて、はい、はい、来ました。で、もしかしたらこの色が、昨日皆さんが配信で見た幻じゃありません。はい、そう。あの時も出てきたアイテムの色なんですけれども、はい、その他に、この、はい、コーン。コーン。コーンです、これ。はい、コーン。あなたのコーンですよ。そうですよ。あなたの安定のコーンですよ。はい、私のコーン。はい。これが、中の色は、はい、あら、綺麗。はい、スカイブルーとグレー。はい、グレーで、はい、相変わらず柔らかい、いい感じ。ステンレスロサイガートのコン、はい、ネイビーついておりますと、はい。それからもう一色お隣が。なんとブロンズ。これ絶対お客様、イヒャホーの色ですよ。はい。パープルと、はい、オフホワイト。はい。そして、ナストルティースピガートもブロンズ。はい。これね、秋冬便利ですよね。そう。で、何の色の服にも合うでしょう。ブロンズって不思議だよね。そう。はい。そして、はい、なんと、ちょっとモードなシルバー。ちょっと綺麗ですね。プラチナ。はい。プラチナで、その金の金具のなんかバランスがすごく素敵。ゴールドベースとネイビーの。はい。そうなんですよ。このプラチナ。最近ね、ちょっと、まあ、モード界というか、ファッション界ではね、このプラチナ。あ、そうなん？そうなんですよ。へぇ、はい、トレンドになってますので。はい。まあ、これを特別に販売できる、銀座松屋とは、どんな人たちがやってるか、はい。ちょっと読んでみましょうか。はい。この方たちです。はい、どうぞ、お入りください。はい、広田店長。そして、横林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ちょっと、感謝祭にごひいきされてるんちゃうの？ありがとうございます。どういうことで？素敵な商品をご用意して。言葉に詰まりすぎじゃない？選ぶ。じゃあ、言葉を選んでくださって。はい、はい。ありがとうございます。はい。とてもやっぱり、人気のある、この形のショルダーで、はい、数量限定なんですけれども、はい、秋の感謝祭でご用意させていただきましたので、はい。よかったね。言葉はいらないぐらいね、お選びいただけそうだという広田の心が今、鮮明にテロップで出てます。はい。小林さん営業としてどうですか、こういうご覧になって、今回は。今回はショップチャンネルさんとは色が違うところが出ているので、そこがすごく皆様に魅力かなと思いますので、はい。確かにね、それもあるね。はい。多分色違いで、
いくつか欲しい方にとっては、昨日あれの色買ったから、はい、よし、じゃああの時出ていなかった、ショップでなかった色のプラチナムとかね、はい、ブロンズとかね、いや、私も安定の小林さんと一緒のネイビー、マリンよっていう方はね、こちらですよね。はい、そうですね。なんか、こう、ちょっと安定な、色だけやりすぎたかな、もんや。これ見たら見たら、あれ入れとけばよかった、思った。入れとけばよかったかな、っていうね、色もありますけど、やっぱり。やっぱりでもほら、あちらは全国区。はい、で、こちらはね、やっぱりちょっと、松屋さん、場所が限られますから。え、広田店長、商品会に行かないとこれは買えないんですか？あ、今回の、こちらに関しては、うん、感謝祭対象でなければ大丈夫なんです。感謝祭感謝祭って言えないじゃない。感謝祭対象じゃないってことはどういうことの？あの松屋カードをお持ちの方ですと、あの当日ご来店であの売り場で優待をさせていただくんですけれども、はいはい、あのお電話でご配送っていうこともこの2日間でしたら対応はできるんですが、あのただそのご来店いただかないのでちょっと優待対象にはならないんです。来店の来店必須なの？はい。おこの2日間ご来店いただいて、 なおかつ松屋カードをお持ちの方はその場で優待対象なんですけど。だから稲垣さんも松屋カード作りましたよね。作った。私たちね、あの階段のところに、あのなんかパイプ椅子に座らされて、作りましたよね。そう、一緒にいてくれた。しかも、なんか勧誘されて、いや、いいですって言ったんだけど、戻って、ね、作ったね。なんであの時一回断ってんだ、お前。やっぱり作るみたいな。そう。じゃあちょっとできれば感謝祭にお顔を出していただけたらなっていう感じですね。はい、ちなみにカードは先に作っといた方がいいですよね。作っていただいた方が当日はやはりあのカードカウンターの方がすごく混むので、はい、あの前もってご来店いただいてカードを作っていただければあの当日スムーズにご案内できると思います。はい、もしまだ持ってらっしゃらない方いたら、はい、私のように一度断らず通り過ぎてね、あ、いらないですって言って、でも戻った私たち。でも私も松屋カード持ってますけど、はい、結構松屋カードはすごい、あの私もお客様にすごいそれ勧められた、うんね、そうなんですよ、はい、ね、感謝祭、特に感謝祭で買った後にもなんか商品券が、はい、商品券じゃないんだ、もうポイントがなんか、うんうん、はい、ある一時期、還付されて、うん、で、それでなんかお買い物とかさらにしたり、ご飯を食べて。デパ地下行ってくださいみたいな感じ。はい、そう、すごく便、なんかね、優待が、はい、恐ろしい優待が。お客様をすごくこう、大事にしてくださってる感ありますよね。なんか、いい百貨店さんだなっていう。なんか地元密着って感じですよね。そうですね。ね、なんか銀座だけど地元密着っていう、なんかこう、なんか松屋の社員の方もすごいなんかゆとりがある感じ、はあ、なんかあるね。私あのしげるさんの方の番組でも松屋さんお越しいただいてて、ね、外商の方、本当皆さんいい方で、そうで、あと割とみんな中の情報通過だね。そうだね。びっくりしちゃった。島田さんの名前出てきたから、そのスタッフの方。そう、松屋の島田さんがよろしくって言ってました。そう、別番組で。それぐらいなんか、ああ、でもいい会社さんだなと思いました。そういう意味ではね。何の話してんだい。ということで、じゃあちょっとこのあたりの、あの、ショップチャンネルでは出てこなかった色があるのが、2日間、はい、感謝祭、9月の6日、はい、またちょっとこれお願いしていいですかね、はい、はい、はい、お願いします、はい、と、9月の7日、はい、6日、なんか私行く？はい、ヘルプでめくってみて行くことに、ほらもうなっておりますので、はい、はい、稲垣さんももしお時間あればスケジュールをね、今本当に確認してます9月の6日か、はい、ちょっと進めて、はい、そしてめくっていただいて、あ、なるほど、銀座松屋さんが、あ、なるほどって言った黒川武田がお待ちしております。3人ね、当日は、はい、はい、おりますので、ちょっと予定がずらせたら伺います。はい、はい、形で、はい、ぜひこのこれ以外のね商品ももうなんかお取り置き期間も
1週間前からでしたら受けたまわっております。そうですね、これ配信して前日でもじゃあ受けたまわっていただけるんですか。はい、はい、じゃあお目当ての商品ぜひご来店いただいて、はい、感謝祭でゲットしていただけたらと思います。はい、ご来店お待ち申し上げております。はい、はい、ということで他にお知らせは、はい、はい、じゃあ小林さんにこれを持ってもらおうかな。はい、ADMJ では私と稲垣さんが愛飲しているこのスマイルフローラパウダー、はい、いいよこれ本当に、はい、あもうねここでは言えないことも一緒に冊子で、はい、お送りしますのでぜひお試しください。はい、そしてもしよろしければ今日はね、はい、広田店長と小林さん来てくれてるので、はい、ぜひ皆さんいいねを、はい、はいはい、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。